エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT DAO DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。現当社新しい経済のしだれゆうすけです。 DYDX ファンデーションの大木久志です。エクソダスエクストラ会、今回はですね、はい、前回僕があの Web3 の企業向けコミュニティ Web3 ビジネスハブを出した時に大木さんにインタビューしていただいたんですけれども、うん、まあその時話してた通り、じゃあ今度 DYDX チェーンがねローンチするかもなので、そうしたらあの逆に僕がインタビューしましょうかって話をしてた矢先ですね。はい。まあでも予定通りなんか10月みたいにおっしゃってましたもんね。なんだか雰囲気ね。そうなんですよ、うん、無事先日10月26日、はい、日本時間だと27時ですかね。27ですね。 DYDX の新バージョンとなる DYDX チェーンがローンチしてジェネシスブロックが生成されたというようなニュースがありまして、はい、というところで今回はちょっとですね、このリスナーの方は結構 DYDX に詳しい方も多いかもしれないんですけれども、もしかしたら実は触ったことないですよとか、はい、いう人もいらっしゃるかもしれないし、まあ後々そういう方も聞いていただけるかもしれないので、じゃあこの今回これ何なのっていうところも含めて大木さんにちょっといろいろお伺いできればと思っております。今回のゲストは DYDX ファンデーションジャパンリードの大木久志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあこのエクサス今年の前半ですかね、始めてから、はい、ずっとまあ当時は V4 っていう名前を言ってましたけど、そうですね、 V4 イコール DYDX チェーンです。チェーンってことですよね。はい。今まで動いていた、まあ今も動いてるんですけれども、 DYDX さんのバージョンがV3 と、うん、でその新しいバージョンが出たというところなんですけど、まずこうちょっとそもそもこの DYDX チェーンがまあローンチしてジェネシスブロックっていうのがニュースに、まあ、グローバルでなってましたけど、うん、そもそもこの DYDX チェーンっていうのは何でしょうかというところからちょっとお伺いしたいなと思ってまして。ありがとうございます。 DYDX チェーンはすごくまず簡単に言うと、完全な分散化と充実したトレード体験、この2つを両立させるために作ったチェーンですと。で、まあ、どういうことかというと、うん、今先ほどの V3、これまでイーサリアムのレイヤー2を基盤にしていた DYDX っていうのは、はい、うん、実はハイブリッド型の分散型取引所でしたっていうところなんですね。なるほど。ハイブリッド型というのは、半分分散型で半分中央集権的って。はい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 。で、分散型の部分は、まあ、ご存知、メタマスクのウォレットを使って、うん、まあ、ユーザーが自分自身の資産を取引所に頼らず自分で管理できる。うん、そういう点では分散型でしたと。そうですね。で、いわゆる DEX ってやつですよね。いわゆる DEX。けど、まあ、DYDX ってパーペチュアルスワップっていうデリバティブを取り扱ってるんですが、はい、取引板方式なんですね、うん、で取引板を管理するのに DYDX トレーディング社という運営企業に依存していたんですよ。そうですね。でここの部分が、まあ、中央集権的っていうことで、うんうんうん、まあ、だからハイブリッドっていうことでしたと。で DYDX チェーンはその DYDX トレーディング社によって運営されていた取引板を、はい、世界中に分散するバリデーターがみんなで管理すると、みんなでチェックし合いながら取引データも共有しながら管理するっていう方式に変わりますっていうことなんですが、うん、なるほど。そのしばしば分散型とスケーラビリティって両方達成するの難しいって言われるんですよ。はいはいはい。あっちを立てるとこっちが立たずみたいな感じなんですけど、なんですと。で、うん、まあ、DYDX のトレーディング社のエンジニアチームもこの問題にぶち当たり、いろいろ調べたらしいんですよ。レイヤー1にしろ、それこそソラナとかにしろ、レイヤー2ですね。はい、調べましたと、うん。で、分散化を達成しつつ、スケーラビリティ、つまり DYDX の文脈で言うと、トレード体験ですよね。サクサクトレードできるとか。そうですね。スピード。大事なとこですよね。これを両立させるチェーンは、既存のものは存在しないと。なるほど。既存のパブリックチェーンだと厳しいんじゃないかと。厳しい。うん、結論付けたんですね。まあ、調査したのが1、うん、2年ぐらい前なんで、今はちょっと違うとか反論あるかもしれないですけど。はいはい。はい。なかったんです。なるほど。だから、それ簡単に言うと、もうじゃあ自分たちで作っちゃおうと。おお、なるほどね。はい。コスモス SDK っていう技術を使って、コスモス SDK ってまあ、そのパッケージみたいなのがすでにあるにしても、それでもすごい技術力っているらしいんですが。はいはいはい。まあ、それがあるから、それ使って、自分たちのためだけのブロックチェーン作っちゃおうぜ、みたいな。そういう結論に至りましたと。なるほど。はい。で、うんうんうん、その結果立ち上がったのが DYDX チェーンです。うん。なんで、こう、二つですよね。完全な分散化も達成しつつ、トレーダーさん、まあ、うち特に上級トレーダーというか、まあ、そのマーケットメーカーもいますし、すね、うん、上級トレーダー
レーダーがいる中で、まあ、彼らを失望させない程度のトレード体験は保証するような、うん、なるほど、それを両立させるために、まあ、カスタマイズの余地がすごくある DYDX チェーン、うん、まあ、コスモス SDK もついたチェーンですね、うん、L1 チェーンを作る、そういうことが一番のこう近道じゃないかと、なるほど、ということで、まあ、作ったって感じですね。これはでも広く DEX、まあ、そのいわゆるユニスワップのようなスワップするような取引所だったり、あとこの逆に DYDX のような板取引のができる DEX も最近出てきてるじゃないですか、はいはいはい、でも多くのものは例えばユニスワップだと代表的にはイーサリアム上に乗ってるし、うん、で逆に DYDX さんのライバルになるようないくつかのものだとバイナンスチェーン上に乗ってたりとかするじゃないですか、はいはいはい、だからある意味初こういう独自チェーン、大きな DEX が独自チェーン作っちゃうっていうのに移行するっていうのは初だとというふうに、我々認識していますね。すごいですね。はい。その、いきなりコスモス SDK を使って、いきなりコスモスで独自チェーン立ち上げるってプロジェクトいくつもあるんですけど。そうですね。まあ、ある程度既存の、まあ、イーサリアムですね。イーサリアム。はい。ね、ちなみに、レイヤー2って今流行ってますけど、我々は流行る前にレイヤー。前にそうですよね。スタークネットかなんかの技術使ってやってたんですよね。確かに。そうです。流行り出す前に買い始めて、流行り始めたら出ていくっていう感じ。なんか一歩先を行くみたいなとこある。だといいんですけどね。はい。わかんないですけど、だから今後もしかしたらその方向が出てくるかもしれないなって読みもできますね。ちょっと話ずれちゃうんですけど。と思いますよ。その、なんだろうな。イーサリアムって、やっぱりその、エコシステムが大きいというか、うん、そのユーザーもいるし、まあ認知度高いし、うんうん、まあデベロッパーも開発の、その、イーサリアム慣れてる開発者も多いですし、ってことで、はいはい、やっぱイーサリアムからスタートするアプリっていうのは結構多いと思うんですよ。まあ多いじゃないですか。そうですね。で、けど問題は、まあある意味、まあ DYDX の例のように、その、例えば、分散型スケーラビリティを両立したいとか、そういったこう、もっと成長したいというようなアプリにとっては、こういうそのコスモスのアップチェーンっていうのは、方向性としては今後結構注目されるんじゃないかなというふうに思ってますね。そうですよね。だから L1 なり L2 なりで一定の、なんでしょう、ユーザー数をある程度抱えた後に独自チェーンにするという流れは、まあちょっとこれは何年と思いますけど、例えばフレンドテックとかがめちゃくちゃこう定着したら、フレンドテックチェーン作るみたいな動きっていうのもあるかもしれないってことですよね。うん、そうですね。なんか育つ場所っていうイメージはありますね、そのイーサリアムって。ああ、はい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 。でも、そういう意味では、これ、まあ、DYDX ファウンデーションさんのね、スポンサードいただいてる番組ではあるものの、はい。まあ、僕も大木さんもあんまりそこ忖度せずに何でも言うので、本当に、率直に僕思うのは、いや、それそういう意味でめっちゃ先行してるなっていう気がしますね。あ、全部がそうなるって言ってるわけじゃないですけど。はいはい。まあ、逆にみんな注目すると思いますね。その DYDX が成功するのかしないのか。うん、そう。うまくいったら、うん。ね、もっと注目されてもおかしくないですよね。そう。この方式。イーサリアムからの独自チェーン方式ですですあるかもしれないですよね。そうなんですよ。いやー、なるほど。で、まあ、まあ、社風として、まあ、トレーディング社の社風として、かなりリスク取るのが好きですね。おお。なんか現状に甘んじることに対して、逆に危機感を覚えるっていう。なるほどね。そう、例えば、DEX のシェアで言うと、うん。6割以上なんですよ、DYDX って。で、これって、DYDX チェーンローンチ前の V3 ですね。V3、うん、1年ぐらい、何のプロダクトも追加しないし、何のトークも追加しないし、うん、何のプロモーションもしないで、現時点で6割以上なんですよ。なんか普通、別に、まあ、あと取引量が10億ドル以上あるんで、1日。うんうん。なんか、別にこのままでいいじゃんって思ってもおかしくない。確かに。じゃないですか、その、創業者としてお金もまあ稼いだし。だし、まあなんか、ある意味、その、枯れるというか、いい意味で、はい、ね、安定して長くやってるってことで、どんどんユーザー増えていくかもしれないですからね。やっぱり先行者として、はい、そうなんですよ。ただなんかそこは本当にもうなんか言い方はあれですけど、あんまり眼中にないっていう感じで、やっぱりセックスですね、中央集権的な取引所も含めた取引所のナンバーになりたいっていうのはやっぱすごくあるので、うん、なるほど。そのためには今のままじゃダメだ、うんうんうん、デックスで仮に一番でボリュームがすごくボリュームのシェアすごくあっても、うん、ダメだと。なるほど。そこじゃないということはすごく意識してるみたいですね。そこの思想もいいですよね、本当に。まあ、もともとね、コインベースにいた人たちが立ち上げたっていうのもあるし、ね、なるほど。でも、そのチェーンがジェネシスブロックを作って、まあ、今動き出してるってことですよね。まだこれから移行ですけど。動き出してますね。そう、これからは、まあ、ジェネシスでやりましたと。で、もう放送時にはそうなってると思うんですけど、うん、次の課題は DYDX トークンの移行ですね、はい。これですよ、気になるのが。
めっちゃ。これも、まあ、前例がないことかなっていうふうに。イーサリアムからコスモスの独自チェーンにトークン移行するってね。うん。聞いたことないですよね。だから今は ERC で作ってるトークンで、はい、DYDX の、まあ、ユーザーさんとか、あとはその DYDX DAO に参加する人が持ってるわけですよね、要は。そうですね。あとはまあまあまあそうですし、あとまあ基本は投資家も持ってますよね、結構。ああ、そうだ。確かに確かに。はい、DYDX トレーディング社に投資した、出資した人は、あの、トークンもらってるんで、DYDX トークン。なるほど。まあ今6かかってますけど。うん。でプラスアルファは普通にこれまでセックスでもデックスでも買えたわけですから、はいはいはい、単純に DAYDX のなんかプロジェクト面白いなっつって買った、なんか一般投資家も持ってますよね。持ってますね。でこれがもう新しくなるってことですか。そうですね、まあ新しくなりますね。要は今までイーサリアムチェーン上だった動いてた DYDX トークンが DYDX チェーンの DYDX トークンになります。でそのためにブリッジをする必要があって、ほう、でそのブリッジのフロントエンド UI ですね、はいはいはい、うん、これに関しては30日の月曜日に公開される予定ですね。なるほど、はい、なんでそれを、それが公開したと同時に、まあどうやって使うかとかっていうインストラクションっていうのはもちろん出すんですが、うんうん、それを使って基本的に移行してくださいよっていうのをこう すごく奨励する期間ですね今は。はい、ブリッジが公開される前にこれ収録してるので言える範囲でいいんですけれども、まあそれがこうフロントが公開されたら、今 DYDX トークンを例えばメタマスクに入れてる人が、はい、そこからメタマスクをそのフロントにつないでスワップみたいなのをすると、あの新しい、だから多分チェーンも加わるんですよね。イーサリアムメインネットみたいになってるところが、はい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 、あの変わったところに新たに DYDX のトークンが入ると、そうですね、いう感じになるんでしょうかね。体験としては、体験としてはまずスマートコントラクトがあるんですよ、専用ので。そこに今イーサリアム上の DYDX、 これイーサー DYDX って呼んでるんですけど、はいはいはい、これを送るとそのスマコンがラップとイーサーにしてくるんですね。ダブルイーサー DYDX トークンができます。なるほどなるほど。で今度はその DYDX チェーンのバリデーターですね、うん、彼らがラップとイーサーのを読むことができるんですね。ほう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 。例えばしざらさんが、うん、あラップとイーサーに変えたなっていうことを、ほう、まあ、シダさんのウォルトが変えたなっていうことを DYDX チェーンがそれをこう認識して、それとまあ同じ数のトークンを DYDX チェーンで発行する、バリデーターが、はい、なるほどなるほど、そういった流れになりますね。だから UI 上は、まあ、メタマスクだったら、まあ、メタマスクを接続して、はい、で移したいトークン額とか入力し、はい、そしたらその対になるあの専用のブリッジ、しかもちゃんとしたブリッジ使っていただかないといけないんですけど、うんうんうん、そうすると DYDX チェーンのアドレスが発行されるんですよ、自動的に。はいはいはい、あ、なるほどね。でその新たなアドレスの方に今度は DYDX チェーンがスマホでチェックした額の DYDX トークンを送るってことですね。送られると。で今例えば処理中ですとか、そういうのはしっかりステータスっていうのは出るようになってるんだ。出るようになってますね。そう、ただこれって簡単に言うと誰でもフロントエンドをデプロイ実装できるんですよ。そうか、パブリックにしてるわけだもんね、うんうんうん、なのでスキャムにはめちゃくちゃ気をつけてください。いや、めっちゃそれ大事ですよ。なので、で DYDX ファンデーションとしてどれかを絶対使ってくださいっていうようなことは言えないんですが、あのまあケプラーさんとかってコスモステーションで、あ、すいません、コスモステーションじゃない、コスモスの界隈で、うん、あのね、もう確固たる地位のある大手ウォレットなんで、うん、まあそういったところをあの実績としないところをお勧めしますよっていう感じであるんですが、まあ別に例えばそのバリデーターが自分たちでそのブリッジ作っちゃったりとかもあるんですよ。で今度は後ほど話すやつ、まあバリデーターを通してステーキングするじゃないですか、うん、おそらく。の人って、うん、で自分たち そのブリッジをしますと、最終地点で DYDX チェーンに DYDX トークンを移動したら次やるのはステーキングだと思うんですけど、うん、そのバリデータしか選択肢がないからそこを押すっていう。そのままだから入会しやすいようになってる。入会じゃないけど、入会あの携帯電話契約した時になんかそのまま入っちゃうみたいなノリのとこもあると。まあそれ戦略ですよね。戦略。バリデータのね。全然ルール違反でもなんでもないです。で、ケプラーはもちろん参加バリデータ全部出すんで。うん、はいはいはい、まあ、誰を上位に持ってるとかそういう話もあるんですけど。なるほどね。ただスキャムには気をつけてください。それって DYDX ファウンデーションなりトレーディング社なりあの推奨しないって言いましたけど、なんかその一覧みたいなの公開されるんですか。とはいえ安全だよリストは知りたいなと思ってて、ですね、これもすごく揉めたんですけど、うん、まあこれエクソダスだけということで、はいはいはい、要はそのジオブロックっていう概念があるんですよ。あの米国をジオブロックしてないウォレットをエンドース、サポートするわけにいかないんですよ。なるほど。うんうん、いや要はだから地理的にブロックしてないってことだよね、ジオブロックって。そうです、そうです。うん、そういうことだよね。で
ウォレットがそんなことするわけないじゃないですか、おそらく。わざわざジオブロックしてないよね。メタマスクとかもジオブロック絶対しないじゃないですか。今んとこはしてないですね。はい。なので、まだ流動的であるんですが、まあ、リストね。リストは何らかの形で出るかもしれないですけど、そうか。だから今は出す予定はないかもしれない。そうですね。なんで、なんか言えるのは、ファウンデーションとして言えるのは、その僕に個人的に DM いただけたら、ちゃんと言いますけど、なるほど。ファウンデーションとして公の立場で、そういうことか。言えるのは、なんか名前ってのは本当出しづらいですね。うん、そういうことね。なんで信頼とか実績とかがあるウォレット、うんうん、まあ、それをおのずと、まあ、そういうウォレットで限られてくると思うんですけど、まあ、うんうんうん、いやでもこれもその冷静に考えるとすごいなと思ってて、結構これだけ流通してるトークンを、はい、なんか別チェーンに移すって、まあ、なかなか前例ないっすよね。ないと思いますね。そうですね。今、DYDX トレーディング社はじめ、うん、DYDX の投資家とかが、まあ、オークスと投融者結構いると思うんですけど、そうですね。彼らが、一気に DYDX トークンを、Ethereum から DYDX チェーンで動かすことになりますと。で、そうなると、オンチェーン上はすごく送金が増えて、そうね。びっくりする人も増えるかもしれないですけど、うん、まあ、それは別に売るために動かしてるんじゃなくて、トークン大移動ですっていう。いやでも逆にこれブリッジしないで持っとくっていう人もいたりするんですかね、はい、イーサリアム上にってことですか、ね、イーサリアム上のこれをまあやらない人とか忘れてる人とかいると、うんうん、ある程度残っちゃうみたいなことはある、忘れてる人は取り残され、うん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 、取り残されるって言い方あれかもしれないですけど、イーサリアムに残ってるっていうことだと思いますね。でもこのトークンがなくなるわけではないですよね。なくなるわけではない。ただ要は使われなくなるので、イーサリアムの DYDX は、そうですよね。そうですね。なんでこういったこう認知拡大っていうのはすごく大事だし、そうですね。DYDX のまあツイッターなりブログなりでも今これが喫緊の課題っていう感じですね。なるほどなるほど。はい。まあこの後、うん、僕も DYDX トーク持ってそうな人には個別で回ろうとは思いますけど。ああなるほどね。移動してくださいよ。移動していくと。ただ特定の期限があったりは今のところないってことですよ。いついつまでに移行しないと。あ、ないですないです。そういうことですよね。はい、そうないんですけど、うん、ただやっぱりその DYDX チェーンにその移行した後の次のステップはやっぱりステーキングなんですよ。ああはいはい、そうですね。でステーキングをするっていうことはコスモスにおいてはバリデータを通してするんですけど、D ポスだよね。D ポスで、うん、で複数のバリデータがあるんですよ、はいはい、いるんですよ、はい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 、でそれを選んでそのどのバリデータにしようかなっていうのを選んで、うん、ステーキングするんで。なるほど。で、期限はないんですけど、ステーキングはなるべく早くしたいんですよ。なぜなら、ネットワークの、セキュリティを高めたいからです。うんうんうん、一方は、スカスカの状態だと、DYDX チェーン、なんもない状態だと、悪意を持ったバリデータがテイクオーバーしやすいじゃないですか。なるほど、なるほど。で、DYDX チェーン上にすげえ、トークンが集まってて、うん、で、そのトークンの保有比率も、バリデータ分散されてたら、良くなるじゃないですか、はい。そういうことね。セキュリティが上がるってことね。はい、そうです。これを早く実現したいので、まあ、そういう意味では、まあ、何月何日ですっていう意味でのデッドラインはないですが、うんうん、早くセキュリティを強化したいと。なるほど、はいはいはい、ちなみにじゃあステーキングしましたと、だから、うん、今例えば DYDX トークンちょっと持ってるよっていうユーザーはそのさっき言ったバリデータを自分では、イーサリアムみたいに自分では直接できないってことですよね、うん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 、どっかバリデータを選んでステーキングすると。で、はい、その上限とか下限とかって特にあるもんないんですかね、その預ける量っていうのは。別に 1DYDX からでもできるのかなみたいな。あ、できますね。それはできます。なるほど、はい、なるほど、なるほど。はい。で、それこそ、確かその、10DYDX 持ってるとしたら、433とかで3つのバリデータに分けて、あ、なるほどね。ステークするとかっていうのもできるはずですね。はい。このステーキングといえば、もちろんネットワークへの貢献の対価として報酬をまずバリデータが受け取り、これコミッション料とか引いて、まあ、ステーキングした人に残り分配するんですけど、はい、原資はどうなってるのかっていう話が結構あるんですが、確かに。どっからその金来てるんだと。で、それは何なのかで、結構他のブロックチェーンとかは、インフレが原資ですみたいなのってあるんですね。ああ、なるほど、うんうんうん。それって結構その、持続性がなくさそうじゃないですか。はいはい。まあ、けど DYDX はその、トレード手数料、メーカー注文の手数料、定価注文の手数料が、全部バリデータとステーカーに行くことになってるんで。なるほど。そういった意味では、DYDX 取引所が、もう、使う人がいなくならない限り、そういうことだね。取引が全くない日がないとかなんない限りってことだよね。はい。
常にまあ安定したっていうのもあるかもしれないですけど、しっかりした原資、そのインフレっていうその頼りがいのないものではなく、しっかりと確固たるもの、手数料っていうまあ収入を元にステーキングの報酬がもらえるっていうことになってますね。はい。ちなみにそのステーキング報酬も細かい話すると DYDX トークンなんですよね。いや、これね、ステーキングの報酬は USDC なんです。お、あ、そうか。だから、はい、そうだよね。だって、その取引手数料からもらうわけだもんね。そうです、そうです。ああ、面白い。あ、いいっすね。そうなんです。もう要はドルもらえるってことだよね。ドル的なものを。ああ、そうです、そうです。あ、そう。そうです、うん。なるほどね。で、まあ、ガス代で DYDX トークンも使うので、まあ、ごくわずかだと思うんですけど、はい。使うので、その手数料も、バリデータステーカーに行きますと。うん、うん、うん。で、確かに今の話をしてて思ったのが、バリデータからステーカーに報酬が分配されるとき、その USDC と DYDX トークンってどういうふうにバリデータが実際に振り分けるのかなっていうのは、うんうん、ちょっと見てみないと分かんないかもしれないですね。実際のものを。でもそっか、じゃあ今、DYDX トークン持ってる、もしくはこれからまあ新しい、あれですよね、結局新トークンになってもまたセックスでも買えるようなものになるってことですもんね、そもそも。そうですね。なんで大手セックスに対しては、まあ DYDX ソリディング社の BD チームとかが協力してくれっていうことで結構動いてるんで、うん、なるほどなるほど。まあセックスに関してはおそらく、あ、まあ本当個別のその取引所に確認してほしいですけど、はい、おそらくそのまま変わるはずですよね。あ、持ってたらもう持ってたら、うん、勝手に変わってる新トークンになってると、うん、とは思います、という認識ですね。はい、なるほどなるほど。だまあこれから入手する人も含めて、そのステーキングしたいよと思ったら、まあバリデータ探すわけですけど、はい、このバリデータ今だから最大今60ぐらいですか。でこれが最大何個まで増えるかもしれないっていう話でしたけど、その中で僕ちょっと結構初心者なんで、それを選ぶっていうのもまたさっきのブリッジをどこでやるか選ぶのと一緒で、DYDX さんとしてなんか別に推奨はしない、ね、しないけど、まあそれはでも正当にリストがミントスキャンとか見れば出てるってことですよね。あ、そうです。ミントスキャンに出てるのは、うん、アクティブバリデータセットと言われるものなんですね。ほうほう。要するに上限今 DYDX は今は60なんですけど、うん、さっきおっしゃったようにガバナンス投票を得て、うん、これが70になり80になり100になりっていうのはある世界です。はいはい、うんうん、で、まあどっちにしろ、ミントスキャン、コスモステーションの、うん、ミントスキャンに出てるのはアクティブなバリデータセットのみで、ここで何が繰り広げるかというと、ステーク量に応じて市場の原理で出たり入ったりします、うん、じゃあ控えてる人もいるんだ。います、います。なるほど。であと 1DYDX トークンの差で61番目に待機してるバリデータもいる、といる可能性はあります。じゃあもうこれ特定の名前出すのもあれですけど、僕が知ってる中で言うと種さんがこう上がる下がるみたいなこともあったりするかもしれない。あ、全然全然あります。へえ、はいはい、ってことはその6アクティブバリデータ以外に預けても別に報酬は、僕が個人として。報酬はないですね。はい、あ、ないんだ。じゃあ、そっち預けないですね。そうですね。はい。で、そういった人のために、リデリゲーションっていうのがあります。再委託。うん。再委託。うん、まあ、ステーキング先を変えられるってことです。時間を待たず。そこから変えれるんだ。変えます、変えます。はい。じゃあ、A に預けたけど、A が落ちちゃった。うん、したら、その、まだ残ってる B に切り替えるみたいなことができる。できます、できます。はい。でも、そしたら、アホな質問かもしれないですけど、今61に落ちちゃった人はどうやって復活するんですか、うん、そのだってもうその子に預けるインセンティブなくないですか。頑張るって言ったんですけど。まあ、例えばそれだと、まあ、そこも BD ですね、うん、バリデータ側の BD で、彼らも裏で動いて、大口投資家見つけて、あ、そういうことか。じゃあ分からないですけど、例えばこういうサービスするからとか、分かんないですよ。と話すとか、まあ、あと自分たちで買うとか。あ、なるほどね。それセルフデリゲーションって言うんですよ、自分たちで買う。おー、そうかそうかそうか。面白い。でも、まあ、ある意味、それは意図してないかもしれないけど、はい、デリゲーターたちが、活発にと争えば争うほど、今の話を聞くとトークンの需要は増えそうな気がしますね。いや、セルフもあるんだったら、そういうことですよね。あ、そうです、そうです。なんで、まあ、なんだろうな、しばらくは売らないであろう DYDX トークンの量は増えますよね、うん、ステーキングするっていうことは。そうね、うん、そういうことだよね、そもそもね。そう。うんうんうん、それで、ちょっと言い忘れたんですけど、じゃあ61番目、そのギリギリの線にいるバリデータですよね、はい。うん。彼に対しては、あとデリゲーションプログラムっていうのもあります。出てきた、また。で、これって、その DYDX の文脈ではまだ正式には何も決まってないんですけど、うん。そもそも、ファウンデーションという名が付くものって、トークンたくさん持ってるはずなんですよ。うん、そう。だから、うんうん、その〇〇ファウンデーションは。はい。このバリデータお金ないみたいだけど、なんかこれまでエコシステムにすげえ貢献してくれたし、うん、なんか俺たち彼らのチーム知ってるし、なんか夕食も食ったし、うん、いいやつだと思うし、
能力もあると思うからっていうことで、例えばですよ。じゃあ、ファウンデーションのトークンをちょっと委任しよう、デリゲーションしよう。ステーキのためにそのデリゲーション、デリゲーションしようっていうのはあると思います。ただ、DYDX ファウンデーションってお金がないんですよ。簡単に言うと。ほうほう。なんで、DYDX の裁量で配れるトークンがないんです、うん、バリデータに。なるほど。じゃあ、どうするっていうことで今話してるところです。で、そこでいいのが、例えばストライドみたいな、まあ、ストライド、この話をまたすると長くなるんですけど、ストライドみたいなデリゲーションプログラムとか、うん、そのデリゲーションプログラムっていうのがあって、その基準があって、貢献度に応じてそのバリデーターにそのトークンをこう渡すということですよね。はいはい。そういったプログラムはあります。あってそれをこうどう導入するかを今検討してる感じです。なるほど。ちなみにこれだから一般でちょっと DYDX 持ってる人はバリデーター選ぶのってまあそういういろんな理由があるかもしれないんですけど、はい、やっぱりその預けたらもらえる USDC のまあ APY みたいなものですかね。なんかその金利というのかはね、まあ、ステーキング報酬かなの率が違ったりとかするわけですよね、多分。そういうので選んでいくってこと。まあ、皆さん、おそらくそこ気にすると思うんですけど、うん、でそれは別に間違ってないと思うんですが、はいはい、他にもいろいろな見どころがあるんですよっていうのはちょっとお伝えしたくて、これね、バリデータへのステーキング的奥が深くて、うん、まあ、仮に、その例えばコミッションレートっていうんですね、そのバリデータが引き抜くレートが低くても、うん、別にイコールいいバリデータとは限らないんですよ。ほう。例えば、競争に勝つために、すげえ、その、懐事情厳しいのに、無理してるバリデータもいるかもしれないじゃないですか。うん、ああ、確かにね。そのバリデータってね、うんうん、別にもちろん向こう、ただでやったわけじゃないんで、ノード立てる経費があったり、インフラ費、ね、インフラコストですよね。お金は出てってるわけですよね。人件費。そう。それ払わないといけないんで、そんな価格競争できる体力のあるバリデータなのかどうかですね。まず見極めないといけない。おお、はいはいはい。はい、で、あとその別に、あと大手イコールいいバリデータってわけではなくて、例えばその、あんまりその DYDX に興味がないけど、別にバリデータの仕事できるしみたいな感じで入ってきてる人。ほうほうほう。で、得てしてガバナンスにちゃんと参加しなかったりとか、みんなの会話に興味なくて全部無視して投票もしないとか。ああ、なるほどね。けど、そのバリデータってじゃあ長期的に見て、DYDX のエクシステムに貢献できるバリデータですかって残したいですかっていう話じゃないですか。ああ、なるほど。そういう話もあるのと、あとスラッシングっていうのがあって、バリデータには。やっぱりそうだよね。イーサーでもあるようなやつだよね。ありますあります。これを、バリデータが、自分のバリデータが食らうと、ステーカーである自分のステークも一部または全部なくなるんで。マジか。これ注意しないとダメです。まあそうか。結局預けてるわけだから。そうですそうです。なんで、ステーキングってもちろん、利回りももらえますが、うん。リスクのある行為ですよ、はい、まあそれは一般的にそうっちゃそうだけど、はい、そこも被るんだ、いわゆる末端の投資家まで被ります。あ、で中にはバリデーターによってはなんかスラッシング保険みたいな、あ、まあそうね、それはなっちゃったら払えますみたいな、ありがたいよね、あるらしいですけど、それってけど逆にけどそのスラッシング保険、まあまあ一時的にはいいかもしれないですけど、うん、リプテーションには響きますよね。まあそうだね、なんか嫌じゃないですかそれ。じゃあ仮に種さんに預けてて、そしたら生駒さんにちょっと勘弁してくださいよって、はい、おいみたいな言わないとダメになっちゃう。まあ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 、例えばね、例えばね、うん、なるほどね、はい、まあそれは種さんはそういうことないかもしれないですけど、ちょっとすみません、はい、はい、適当に知ってる名前ということでね言ってるだけですけど、なるほど、そうそう、まあそうか、まあそれはそうですよね、ステージングってリスクがある。そうです、そうです。うんうんうん、で、あとは、まあ、本編でも少し話したかもしれないですけど、エコシステムへの貢献っていうのがあって、要は単にブロック作ってればいいって話じゃなくて、うん、他にも、いろんな仕事をするバリデータっているんですよ。まあ、インフラをサポートするっていう。うんうん、例えば、なんだろう、まあ、みんなが参照できるスナップショットのノードを作りましたみたいな。その、例えばどっかちょっとアップデートミスって、今、みんなの台帳どうなってるか分かんないようになっちゃったバリデータも、そのスナップショット見れば、すぐ追いつけますよみたいな。うん、なんかそういうサービス、便利なサービス、インフラサービスを提供してくれるバリデータもいるし。なるほど。あとは、コンテンツとか、マーケティング。BD に強いバリデータとかも出現してるんですよ。なるほど、面白い。GTM、Go to Market 系バリデータとか、インフルエンサーバリデータとか。ほう。ここら辺は、それはまあ、DYDX の例えばこう、関する教育とか啓蒙活動してくれてるという点で貢献してくれてるじゃないですか。うん、確かに。そういったバリデータをこう、評価する。うん。で、そういうのを残しとくと、長期的には DYDX の価値も上がるはずじゃないですか。ああ、なるほどね。はい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 。はい、
なんでそこも結構大事だと僕は思ってます。ああ、面白いですね。まあある意味票を持ってるみたいな感じですよね。ちょっとトークン持ってる人もね。そうですね。そうですそうです。じゃあ多分各バリデーターがそこら辺まあ営業努力してって、はい、報酬手数料率だけじゃない。そういうの多分これから歌ってくるから、その中でまあ1個に預けるもよし、大木さんがさっき言ってたように3つにこう、じゃあこことこことここみたいな風に選ぶもよしみたいになってくるってことか、うん、そうですね。ありがとうございます。でもまさにこれ収録してるとこではまだ動いてないですけど、今後多分あのいろいろさっきのブリッジが公開されたりして、でまあフロントもできてくるってことですよね。いろんなフロントもでフロントも多分一つじゃないんですよね、将来。あ、まあ分散型フレントエンドコースですからね。なんでそもそも DYDX トレーディング社が運営してないんですよ、フロントエンド。あ、今後出るやつはもう違うんだ。しない、また違います。はい、違うエンティティがやってんだ。そうです、コミュニティメンバーがやってます。あ、なるほどね。はい、だからちょっとそこら辺もまた出てきたら大木さんに細かい、多分こうなんかウォレットどうつなぐのかとか、そういうのもなんか改めてちょっともう一回聞きたいと思うんですけど、このエクストラとかで、はいはい、ぜひぜひ。その前に最後に今日ちょっと聞きたいのは、まあなんかこれ聞いてるもしかしたら投資家の人たちとかが一番気にするかもしれないなと思っていて、まあなんかエアドロップとかあったりすんで、要はなんか今回の V4 に移行するにあたり、結構その予算みたいなのがなんか DAO で形で取ってるじゃないですか。はいはいはい。いわゆるこのトークン移行とかに対する予算っていうのはなんか可決してなんか取ってるっていう話はなんか過去にニュースで見た気がするんですよね。はいはい、はい。で、もちろんそれが何に使われるかは僕らはわかんないんですけど、うんうんうん、まあなんかね、このクリプトにおいてそのインセンティブを働かせる一個の分かりやすい手法としてエアドロップ、まあ過去に DYDX はやってますが、うんうんうん、その新トークンであったりすんのかなみたいなことが気になるんですけど、そこら辺って言えるもんなんですかね。そうですね、まさにそれはエアドローというかどうかお任せするんですが、コミュニティでインセンティブプロポーザルに関する議論が出ていて、もうこれスナップショットっていう、まあ、まだ本決定じゃないんですけど、スナップショットっていうコミュニティの温度感を測る投票では可決してるんですね、圧倒的に。でこれは、2000万ドル分の DYDX なんで、まあ、だいたい25億円とか3もっとか30億円ぐらいなんですかね。めっちゃあるね。これを DYDX チェーンのコミュニティのトレジャリーからいただき、DYDX チェーンのインセンティブに使うと。なるほど。はい、でプロポーザル見てみると、うん、取引量 DYDX チェーンでの取引量に応じて、おそらく DYDX トークンが配布される。なんでこれをエアドローと呼ぶかは、まあ、そうでしょうって感じでしょうけど、まあ、お任せしますが。そういうことか。だから別に、トレーディング社であったり、大内さんのいるファンデーションがどうこうというよりは、はい、もはやもうコミュニティ主導になっていて、あ、そうです、そうです。で、予算が可決されれば、それが何らかの仕組みで、インセンティブとして、そうです。まあ、それをエアドローというか分かんないですけど、そのユーザー向けに、インセンティブとして何か発生する可能性はあるかもしれないってことか。そうです、そうです。取引量に応じて、あ、まあ、トークンが配られるんで、ボーナスみたいなことがあるかもしれないってことね。はい、でこれ一発で終わるんじゃなくて6ヶ月間続くプログラムらしいんですよ。へえ。なんでおそらく定期的に何らかのポイントなり仕組みを通じて、ほう、それこそフレンドテックとかブラーとかのありますよね。はいはいはい。ああいうのに近い形でちょっとずつなるべく透明性を持って、まあインセンティブ付与、かっこエアドローを、うん、やるんだと思います。はい。ちなみに、これをまあ、おじさん答えれないっていうか、感知しないとこかもしれないですけど、V3 での活動とかはあんまり関係ないんですかね、じゃあ。うん、見てる感じだと、プロポーザル内容を読む感じだと関係ないみたいです。うん、要は、これの趣旨は DYDX チェーンをたくさんやっぱ使ってほしいっていうことなんで、はいはいはい。良さを使ってほしいってことなんで、まあ、ある意味ではまあ、ゼロスタートですよね、みんな。あ、確かにそうね、はい。今まで使ってない人でもってことか。はい、そうです、そうです。へー。そうなんです。なんでこれまだ固まってないんで、投票が本チャンで通ったら、うん、もっとこう分かりやすいドキュメントにして、うん、なんだろうな、ローカライズとかも日本語に訳しても、はいはい、翻訳とかもできると思うので、ちょっとそれはお待ちいただいてっていう感じで。なるほど。まあこれもおそらく年内なんじゃないかなとは思ってますけど。なるほどですね。うん、はい。じゃあまあ一般の投資家としては、まあでトークン持ってる人とかブリッジ進めといて、そのベータ版になりその後ローンチするのを待ってみたいな形の、まさに末端売時期みたいな感じですね、今これからは。まさにそうですね、今はもう本当にそういう時期ですね、うん、ありがとうございます、はい、またいろいろこう出揃ってくると思うので、うん、ぜひちょっと第2弾の細かいとこ多分ね気になってくると思うんですよ。はいはい、そうですね。なんかこうウォレットどう移行すんのかとか、なんか僕の中でもまだブリッジのイメージが完全できてなかったりするので、うんうんうん、ちょっと改めて
第2弾やらせてください。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ大内さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回もエクサスをお聞きいただきましてありがとうございました。今回はエクストラ会で DYDX ファウンデーションジャパンリードの大木久志さんに、この番組一緒にやってる大木さんなんですけれども、 DYDX チェーンがローンチしたということで、それについての詳細をお伺いしました。ちょっと本編でも言ってたんですけど、まだまだ僕も分かんないところが結構あるなと思ってますので、といろんなブリッジとかそういうの出揃ってからですね、改めて細かい点などをご質問したいと思ってますし、僕的にはですね、トークンなんかを上げられるパーミッションレスマーケットって話も以前あったと思うんですよね。そのあたり今日ちょっと時間なくて触れられなかったのと、あと DYDX さんの根本の思想のとこですね。やっぱり前回過去にもエクサスでやってますけど、ユニスワップさんと結構方向性違えてるようなことも話しました。なんかそのあたりもやっぱり先進的に進んでると思うので、その具体的な面プラスアルファ未来への思想みたいなところもですね、また改めて大木さんに時間もらって第2弾としてインタビューしようと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてこのエクストラスでは、このようなエクストラ会に加え、毎週水曜日に暗号資産のマーケット情報とニュースを深掘りする通常エピソードも配信しております。まだ番組フォローしてない方いらっしゃれば、ぜひとも各ポッドキャストスタンドでフォローしていただければ嬉しいです。またエクストラスでは皆さんの感想やリクエストを X、旧 Twitter で受け付けています。ハッシュタグでエクストラス使用、エクストラスカタカナ、使用ひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、僕か大木さん宛に DM いただけると嬉しいです。皆さんのコメントをお待ちしております。そうですね、だからこちらにも結構 DYDX さんの新しいチェーンの話とかご質問ある方がいればですね、ハッシュタグエクサス氏をつけていただくか、僕か落ちさんに DM いただく形で、またちょっと DYDX 特集の時に質問しようと思ってますので、ぜひぜひ今回の放送機で疑問に思った点あればお気軽にいただければと思います。皆さんのコメントお待ちしております。それではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしました。またエクサスでお会いしましょう。さようなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。